俺、マッチングアプリのいいねが完走したわ。かっけー、八田さんさすがっすね。ほらこれ見ろよ、この前ナンパした女の動画。顔はいまいちだけどいい体してますね。あ、この女、俺もこの前やりましたよ。マジか、お前と穴兄弟かよ、最悪。お兄ちゃんって呼んでいいっすよ。お前ら、二度と会わない女には NN で楽しめ。俺の子供何人いんだろうな。いいんじゃないっすか、少子化対策に。大家族っすね先輩。俺は中村隆一、21歳の大学生だ。俺は見ての通り背も低く、高校の時は顔もブサイク、コンプレックスの塊で、女の子とまともに話すことすら難しい底辺キャラ。大学デビューしようとナンパサークルに入ったのだが、あのお姉さん綺麗ですね。うわ、キモ。何、ナンパ？自分の顔見てみろよ、視界から消えろ。お前ナンパやってんの？はい、でも全然ダメで。ま、お前みたいなのに声かけられる女の子も迷惑だろうな。そんなかわいそうなこと言わないであげてくださいよ、中村くんは心優しい化け物なんですから。みんなで俺をバカにしやがって。俺みたいなのは結局何をやっても無駄、変われないのか。中村、八田先輩お疲れです。八田さんはナンパサークルの部長、俺が憧れてる先輩だ。お前変わりたいなら見た目をなんとかしろよ。ナンパはトークも大事だけど、見た目悪かったら話も聞いてもらえねえ。顔をちょっといじったらよくなんじゃね。整形ですか？今は男でも珍しくねえよ、俺もやったし。八田先輩も？あとそのダセー服、ハイブランドの服とか小物で自分を飾るのも大事だぜ。フェイスライン、鼻、目と肌のニキビ跡も綺麗にするとしてだいたい250万ですね。お願いします。いいんですか？よく考えてからでも。僕は変わりたいんです。整形費用は自分で払うと言って親は説得した。支払いは5年のカードローン。250万で人生変わるなら安いもんだ。これが俺、まるで別人だ。これなら。でも服がこれじゃ、八田先輩が言う通り顔が良くなったんだから服もいいもん着ないとな。でもこれ以上はローンは組めないし。中村さん。あ、はい。よかった、レインファイナンスです。10万でいいんだよね。お願いします。免許証いい？はい。後で写真かコピー取らせて。あれ、君本当に中村さん？え、そうですけど。免許証の写真と顔違くない？ああ、僕整形したんで。そうなんだ。今の顔写真撮らせてもらうよ。はい、チーズ。じゃあこれ10万、返済遅れないでね。わかりました。闇金なら大学生でも関係なしに貸してくれる。俺は借りた10万で高い服と靴を買った。どうすか、お前変わったな。お、なかなかいいんじゃね。おお、見違えたな。そのなりならナンパも成功すんだろ。じゃあ早速実践行ってみようぜ。コツは暇そうな女に好青年って感じで声かけすんだ。わかったな。はい。お姉さん、はい、すごく綺麗な人だなと思って思わず声かけちゃいました。迷惑だったらごめんなさい。それでこの後暇だったら遊びませんか？お兄さん結構イケメンだからいいよ。本当に？じゃあ行きましょう。俺は人生初のナンパに成功した。やっぱり人間顔だ、顔が良ければ人生うまくいく。自信がついた俺はそれからナンパをしまくった。大学3年生になる頃には100人切りを達成。女とハメ撮り動画もフォルダーにたくさんある。今じゃナンパのカリスマ、他のナンパサークルからも引っ張りだこのこの人気者。整形して勝ち組になったんだ。はい、野菜サラダ大盛り。頼んでねえよ。私のおごり。マンバさんいつもお肉ばっかり食べた。野菜も食べないと体に悪いですよ。野菜嫌いなんだよ。子供か。俺に構うなよ。だってマンバさんのこと好きなんだもん。さすがはマンバさん、表になる。でも全然付き合ってくれないんだよ。おやおや、天笠、お前酔ってんのか。私が愛情込めて作ったんだから残さず食べてね。ハブ食え。マンバさんのでしょ。うるせえ、残すなよ。
私は野菜も好きですよ。みんなでいただきましょう。おじい、島長とおれば。はいよ。まだ肉食うんすか。だから野菜も。お姉さん、かわいいね。この子マジかわいい。俺好みの女、絶対落としてやる。どっか遊びに行かない？バイトで疲れてるんだ。そんなこと言わないでさ、おごるから酒でも飲もうよ。いいです。ねえ、行こうよ。しつこいと大声出しますよ。なんだ、カリスマがナンパ失敗か？ハッタさん、俺好みのドンピシャなんですけどね。ああ、やりてえな。なら俺たちが協力してやるよ。何？へへ、車に乗せろ。いやよし、部屋行くぞ。こんなことして大丈夫ですか？なあ、お前この女とやりてんだろ。動画撮りゃ何も言えねえよ。そうっすよね。ここはなあ、お前は来たことなかったな。ハッタさんが借りてるやり部屋。ラブホ代わりに女連れ込んだり、暇な時はここでダベってんだ。俺らはまたナンパに戻る。好きに使っていいぞ。やだ、帰らせて。やったら返してやる。もう諦めろよ。やだって言ってるでしょ。あんた最低。俺の顔を殴ったな。何？俺の顔を殴りやがった。やっ、痛い。おとなしくやらせれば痛い思いしないで済んだのに。動画も撮ったからな。警察に行くんじゃねえぞ。カナ、今日もいねえな。なあ、しばらく来ないよ。なんかあったのか？なんだよ、難しい顔して。俺はあんたがヤクザ者だと知った上で話すんだな。一週間前、カナは男に乱暴された。なんだと？店の帰りに車でさらわれてな。さらったのは4人組だが、乱暴したのは1人だけらしい。警察には言ってね。動画を撮られて脅されてる。今は家に閉じこもりきりだ。このまま店を辞めるかもな。わかった、俺はヤクザだからよ、できることをやるわ。マンバスさん、あの辺の店で話を聞いてきました。なんかわかったか？カナちゃんをさらったのは黒いハイエースでした。ナンバーは割れてるんで、持ち主はすぐわかりますよ。そっちはアミメに行かせる。の、俺の出番すか。いや、さあ突き止めて行ってこい。一応聞きますけど、ぐちゃぐちゃにしていいんすよね。お、好きにしろ。了解。で、そいつらは何者だ？大学生が中心のナンパサークルってアホみたいなもんがあるらしく、そいつらの仕業じゃないかと。しつこい声かけや女を強引に連れ回したりと、ちょこちょこ揉め事を起こしてますね。やったやつを全員見つけ出すぞ。あれ、あいつ整形くんじゃね？あいつもナンパしてんのか。ま、話だけでも聞いてみっか。おい、中丸くん。あなたは闇金のイケメンになってナンパしてんの？はい、僕ナンパサークルのエースなんすよ。へえ、それはすごいね。ところでちょっと聞きたいんだけどさ、この女知らない？なんでこの女を探してるんですか？ああ、借りた金返さないで飛んじゃってね、困ってんのよ。あ、なんだ、そういうことですか。俺知ってますよ、こないだナンパしてやっちゃいました。動画も撮りましたけど見ます？そっかそっか、やっちゃったか。っ、やっちゃいました。じゃねえんだよこの野郎。ええ、見つけました。車回してください。かなちゃんをやったのはこいつです。中村隆一くんだっけ？知ってんのか？レインファイナンスでつまんでる大学生ですよ。整形でイケメンになって勘違いしちゃった？うん、整形？こいつ整形して顔変えてるんです。ほらこれ、免許証の写真、元の顔は全然違うでしょう。へえ、バケモンだな。あんたたちは何者なんだ？俺たちはヤクザだよ。どうも、ヤクザです。なんだお前ら。おら、だからヤクザだって言ってんだろうが。全員おとなしくしろよ。
痛い思いしたくねえだろう。現金とネットバンクの金税務合わせたら結構な額だ。学生のくせに金持ってんな。なんなんだよ、ごとく犯罪だぞ。金目当てならもういいだろ、さっさと出てけよ。こりゃ行きかけのダチンよ。本題はこっからだ。お前ら女さらったんだよな。先輩まずいっすよ。くそ、ガキが調子乗りやがって。そういうのはよ、俺たちヤクザに任せて健全な男女交際でもしときゃいいんだよ。おいたしてっと、怖いお兄さんたちが来ちゃうんだぞ。全員これ飲め。なんだよそれ。酒だよ酒。お前ら大学生なんだから酒ぐらい飲むだろう。そんな青色の酒。いいから飲めよ。飲まないやつは頭かち割るぞ。別に俺はどっちでもいいんだ。民剤入りの酒でぐっすりだな。起きたらきっと天国だぜ。どうしてカナを襲った。カナ、お前らがさらった女だよ。名前も知らねえのか。あんたらあの女とどういう関係が。俺の女だ。ヤクザの女だったのか。あいつを襲ったのは顔が好みだったからだよ。イケメンの俺に声かけられたら普通女はみんな喜ぶんだ。断るなんてありえねえ。お前はやっぱり化け物だな。化け物。俺はな、整形してイケメンになったんだ。この顔でナンパすれば女はホイホイついてくる。もう昔のブサイクな化け物じゃないんだよ。顔だけ綺麗にしても中身は何も変わってねえな。自分になびかない女は無理やりさらって犯す醜い化け物そのものじゃねえか。ヤクザの女に手出してただで済むと思うなよ。どうけじめをつける。とりあえず金を払ってもらおうが。金は払えない。整形のローンでカツカツなんだ。ないものは無理ですよ。そうか、それなら生かしておく意味はねえ。殺すか。待ってください。お前母ちゃんいるよな。はい。なら母ちゃんに払ってもらえよ。家族、親には手を出さないでください。お前な、このままだと死ぬぞ。命と親の金どっちを取るんだ。わかりました。お前学生だろ。仕送りは俺名義の口座の通帳を親が持ってて。引き出しはキャッシュカードか。はい。それなら母ちゃんに電話して100万入金させろ。どうやればいいんですか。オレオレ詐欺だよ。女を妊娠させて慰謝料がいるとか、事故を起こして示談金が必要とか適当に言え。まあ実の息子だから詐欺にはならねえけど。母ちゃんに余計なことは言うなよ。お前の免許証は控えてあるから。実家も知ってる。母ちゃんが死ぬのは見たくねえだろう。わかったわ。100万円ね。すぐ口座に入れるから、相手にちゃんと謝りなさいよ。うん、母さんごめん。100万振り込まれてました。そうか、よかった、これで助かる。何してるんですか。いや、わかんだろ。鉄の棒を炙ってる。お金はもう払ったんだし、早く帰らせてほしいんですけど。ダメだな。これから焼けた鉄の棒をお前のケツに突っ込むんだから。そんな、親まで巻き込んだのに。大体女一人やったくらいで、なんで殺されなきゃいけないんだ。罰が重すぎる。女はお前にやられた心の傷を一生背負って生きていく。なら、お前の一生も台無しにならねえと天秤が釣り合わない。お前みたいな化け物は生かしておくわけにはいかねえんだよ。俺は先輩たちに言われてやっただけです。悪いのはナンパサークルのやつらですよ。もうやったよ。もうやったって全員殺したのか。女をさらったやつらは全員な。この人たち、あんたらヤクザのせいでみんながひどい目に。違うね。元はといえば女に暴行したお前が悪い。全部お前のせいだ。親が金を払ったのも、仲間が死んだのも、お前が死ぬのも全部。みんなごめん。誰に謝ってる。お前が謝るのは暴行した女にだろうが。ごめんなさい、すいませんでした。もう遅い。お
前は毒蛇に噛まれた。俺に噛まれたら生きちゃいられねえんだよ。内臓から焼けるってのは苦しいなんてもんじゃねえだろうな。やめて、お願いです、助けてください。地獄の釜に放り込んでやるよ。あまだ序の口だ、奥まで突っ込んでやる。お疲れ様っす。そっちは終わったのか。はい、全員仲良く練炭で、こっちは人間バーベキューができたとこだ。ああ、だから焼肉みたいな匂いがするんすね。お前、人間の焼ける匂いだぞ。はい、野菜サラダ大盛り。だから頼んでねって。野菜も食べないとダメだってば。今日も私のおごり。わかったよ。まあ、まずい。ひどーい。かなちゃん、元気になってよかった。マンバさん、嬉しそうっすね。ああ、あの人はこの店が大好きだからな。おい、突っ立ってねえで、お前らも早く座れ。野菜サラダを食え。はい。親父、お会いそう。天笠さんから聞いたよ。ありがとう。何のことかわからねえな。で、いくらだ。金なんかもらえないよ。いや、そりゃダメだ。食った分は払う。これで足りるか。こんな大金。次はカナに渡してくれ。野菜サラダの代金だ。じゃ、ごちそうさん。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。